マウソロス霊病の遺跡マウソロスとアルテミシアの像、ヘカトムのス朝は、紀元前4世紀頃に、カリアを支配していた家系。アケメネス朝によって任命されたサトラペスだが、世襲を行い疑似的な王朝となった。特に第二代のマウソロスがよく知られている。紀元前390年代後半、アケメネス朝のアルタクセルクセス2世は、サトラペアのリュディアを分割し、 新たなサトラペアとしてカリアを設け、ペルシア人ではなくカリアの都市ミュラサの支配者であったヘカトムノスをサトラペスに任じた。紀元前391年にキュプロスでエウアゴラスが反乱を起こした際、アルタクセルクセス2世の命によってヘカトムノスが艦隊を率いているので、この頃までにはすでにサトラペスについていたものとみられる。ただし、シケリアのディオドロスは、 ヘカトムノスがエブアゴラスの支援者の一人であったと伝えてもいる。ヘカトムノスは、その後アルタクセルクセス2世から、ミレトスの支配権をも与えられた。以降、カリアのサトラペスの地位はいずれもヘカトムノスの子である、マウソロス、アルテミシア、イドリエウス、アダ、ピクソダロスによって世襲され、疑似的な王朝となった。紀元前370年から、 紀元前365年までの間にマウソロスは拠点をミュラサからハリカルナッソスへ移した。ヘカトムノス朝の手でハリカルナッソスの地域は拡張され、周辺にあったカリア人の諸都市が九州合併されてギリシア人と先住のカリア人との間でこら来、続いてきた平村関係が解消した。また、カリア周辺で信仰されていたゼウスカリオスとゼウス、 ラブラウンドスのうち、盛んではあっても、排他的性格を有していたゼウスカリオスではなく、排他的性格を有していないゼウスラブラウンドスを、重んじた。ゼウスカリオス信仰は、カリア人、リュディア人、ミュシア人にのみ参与が許されており、カリア在住のギリシア人は排斥されていたと、考えられる。伝承の上で、カリア人とリュディア人、ミュシア人の名祖が兄弟であるとされていたからである。 ヘカトムノス朝のもとで、カリアにおけるギリシア人とカリア人との文化的差異は、希迫になっていった。マウソロスの死後、妹であり妻でもあるアルテミシアは、世界の七不思議の一つとして数えられる、マウソロス霊病を建てた。紀元前334年に、ピクソダロスが死ぬと女性で、ペルシア人のオロントバテスが、カリアの支配者となったが、アレクサンドロス参世によって征服された。 その後、アダは、カリアの支配権を安堵され、紀元前326年頃に死んだようである、ヘカトムノス朝の家系図、ありがとうございます。